してます。さっきね、お昼ごろ、お昼前ぐらいにね撮ったんですけど、今ね結構晴れてきて、青空もこんな感じで見えて、でなんか気温も上がりましたね。結構ポカポカな、ポカポカでもないけど、でもなんかすごい春の匂いというか、春の雰囲気を感じる気温になったので、ちょっと散歩行こうかなと思ってまた出てきました。この間はね、お寺、神社とこまで行ったので、今日はその奥ら辺まで散歩しようかなと思います。結構装備というかがすごいでかくなったので、前よりかなり目立ちますね。結構ね、工事の人とかいますし、普通に車も通るので結構恥ずかしいですね。最近ね、僕のインスタでリールでドッグヘアクエスチョンみたいなんであげたんですけど、僕のこの髪型なんて言うんですかね、ちょっとパーマ感を出してアイロンでセットしてるんですけど、自分ではもうドッグヘアっていうかワンちゃんヘアみたいな感じですね。どうですか？
掃除してるので引き返します。来ると本当に心が穏やかになりますね。なんか仙台に帰ると毎回なんかこう、なんだろうな、交感神経が上がるのか、やっぱね、こう
すぐイライラしたり結構あるんですよ。でまあこっちに来ると時間の流れもまあゆっくりだし、入ってくる情報量もないし、本当にただただゆっくりした生活を送っているので心がね落ち着きますね。まあやっぱ自然の力もあると思いますしね、のどかで。シートをね新しく買ったので今インカメラにしてるんですけど、この間までなんかひび入ってたのでなんか変な光の反射してたんですけど、もうそれはなくなりましたね。すごいのどかですよ。またもうあの iPhone が楽すぎて一眼でなんか撮影しようっていうのあんまりそういう気になれないですね。ほんと楽なんですよ iPhone。 このマイクものおかげでもありますね。